チャオ、あっちゃんです。今日11月29日あっちゃんちの、おやつタイム、ね、ついに決定、9万3000秒から選ばれたフレーバー、カルビーポテトチップスのりたらこ味、旨味を引き立つごま油の香り、はい、ごま油の香りののりって韓国のりっぽいな。のりニピさんの案、のりかけるたらこかけるごま油、100種の食材の中から3つを組み合わせた新しいポテトチップスを作ろうキャンペーン2年目の今年から、なんと応募総数9万3000件、知らんかった、から2品が選ばれて商品化。知ってたらあっちゃんもこれ応募したのに、はい、ということでね、去年もこれあって、去年なんか3種類ぐらいあって、3種類とも全部ダメやって、ハズレやって、うん、あっちゃんダメダメって言ってたと思う。去年春やったかな、いや忘れた、うん、で今回のりたらこごま油、これは美味しそうです、うん、ということで食べたいと思います。いい、寒いね今日、お出かけしていってんけどね、寒かった今日は、うん、あ、ごま油の香りがしてる。こんな感じです。はい、ではいただきます。うん？うん、ごま油効いてんな。たらこどこにあんの？え？たらこどこにあんの？わからへん。たらこおらへん。たらこがおらへんぞ。ん？ごま油のりチップスって感じ。うん。たらこおらへん。たらこが家でしたようです。はい。のり塩ごま味って感じ、うん、もうちょっとたらこ欲しいな。たらこかにいいな、うん、量もそうやってる。さあ、たらこ好きな光はどうかな、どう？光がね、あっちの部屋、今日坊さん来るから向こうの部屋片付けたんね。で、片付けたら、片付けた端っこの方で遊んでね。分からん、いらんの？ガサガサ音には弱い光と来ました。どう？返して。どう？味は？うまい。いや、うまいんちゃうよ。たらことかどう？感じる？うまいって、おいしいのはおいしいよ、悪くはないねん、悪くはないねんけど、たらこがおらへんねん。うわ、うん、うん、たらこおらへんな。たらこどこ行ったか知りません？知らんわな、はい。うん、たらこおらへんマジで、うん、でもおいしいから、うん、これはあり、リピートしたいなってぐらい美味しいねんね。でもたらこがいてないね。うん、っていう感じです。はい、9万3000秒から選ばれたフレーバー、のりたらこ味っていうか、のりごま油味って書いた方が正解やったかもっていうポテチでした。はい、ということで今日のあっちゃんちのおやつタイム、この辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。